あ始まってます。おはようございます。おはようございます。今日は名古屋市緑区なんですけど、はい、まあ、いつもよく出てるあのボス。ボス。ボス、河合くんっていうんですけど、はいはい、まあ、その人がぜひ屋根屋さんが出とるっていう風で、ちょっと撮影してくれって言って来たんですよ。はい、で、まあ、今実際にちょっとおるんですけど、北の河原店さんか。よく YouTube のライブも来てくれて、そうですね、YouTube もやってますよね。そうですね。実際の工程が、まあ、今こんな感じですよね、足場が。ああ、はいはい。ぶっちゃけ、打ち合わせもしてあるところにおるんですけど、実は、まあちょっと一応、入ってくる感じの雰囲気で行きましょうということで、ぶっちゃけですね、なかなか難しいですね。おはようございます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 。あ、はじめまして。あ、お久しぶりです。お久しぶりです。もう絶対来てくれるじゃないですか。前が整えてきます。すいません。すいません。社長、これ、ここつけたらどうですか、これ。これ以上不細工。これ以上不細工だったら、ちょっと視聴者どうなっちゃうんですかね。いや、ちょっとまずいですよ。今僕、工場中なんで。今日は何やるどうですか。カラーベストの上に板金貼る工事です。はい。はい、ボスボス。ボスが呼んだのにちょっともうちょっと仕切ってくれんとボス実際もう何日目ですか。もう3日目ぐらいですかね。3日目、はい、何日がかかるんですよ。あと2日ぐらいですかね。3人ですか。ずっと3人で。そうですね。あ、実際にじゃあ今もう入っとるんですね。そうですね。3日目で丁寧に並べとるもんなんか。たまたま来た割にこんな丁寧に並んだりするの。いつもこうやって並べてね。板金よか触っていいですかこれ。そうです、触っていいですよ。なんかまたなんかアンチが湧きそうだなと思って。いや職人の道具勝手にパッと触るなみたいな。弱気ですね。これ何使うんすか。これ板金を、まあ、曲げる道具。ああ、こうやるんだ。これもそうです。はい。で、どうなんですか、屋根屋さんって塗装屋ってあんまり道具ってないじゃん。一見、まあ、コンプレッサーとかあっち系だけど。塗装ですか。うん、まあ、意外とありますけどね。屋根屋さんってどうなんだろう、まあ、屋根工事で言えば一番高いのはやっぱりこの道具、このはしご。はしご、あ、これ材料上げる。瓦上げ機ですね。うん、そうですよね。あ、瓦上げ機。そう、普段これに瓦を上げて、乗せて上げるんですけど、はいはい、ちょっとこのウィンチがついてますよね。そうですね、後ろにウィンチがつくと、あ、これ鉄なんだ。そうですね。で、このスイッチで、はい、こう、おお、おお、僕乗ってたらアンチ湧きますよね。そうですね。絶対車乗らないでくださいって書いてあるんで。これどれぐらい上げれるんですか。これ一応125キロって書いてありますよね。あ、うん、そんなにだから変わるだったらまあまあこのぐらいこんもり乗せても大丈夫ですね。これはもうずっとピストンで上げてもう1日200円みたいなもんですか。そうですね、うん、はあ、これいくらですか。これ新品で買うと35万とか40万とか、はあ、そのぐらいいきますね。これが一番高いと欲しいですか。そうですね、うん、まあ、車は別にして、あれ解体なんかどうするんですか。変わらせてるとかああいうのってダンプみたいにいるんじゃないですか。そうですね、ダンプとかはそういう専門の業者さんが来てくれるんで、はい、まあ、あ、そうかそうか、ダンプにちょっと入れたりとか。あ、別にトラックとかそういうのは別に特に持たんでも、ええー、あ、これなんかちょっとあるんですか。これなんですか、裏になんか。これが断熱材が貼ってあって、うん、で、まあ、雨、板金屋根ってどうしても雨が降ると音がうるさいとかいうことがあるんですけど、はい、この断熱材がある程度音を吸収してくれるんで。あ、断熱だけじゃなくて、雨の音とか、あ、うん、そういうことですね、うん、あ、今こんなのっとんだ、まあ、基本今これついてますけど裏断熱は、うん、結局こういう工法を知らない方も見えるんで、うん、今後はもう提案していこうかなっていう、うん、あ、そういうことね、もう当たり前のように。あ、でもこれ全然違いますよね。そりゃ全然違う、音は全然違いますよね、うんうんうん、まあ、今カラーベストの屋根っていうのは多分夏とかすごい暑いと思うんですけど、うん、はい、これで少しは和らぐと思うんです。あ、まあ、そうですよね、上も一枚かぶせあるもので、うん、でちょっと行ってここにちょっと空気層みたいなのができますもんね。こんだけそうですね、ポコッとなってるか、うんうん、ちょっとじゃあ実際に上上がっていろいろ見させてくれないですか。あ、はい、いいですか。いいですか。で僕じゃあちょっとカメラ止めてあそこから上がってきますんで。あ、防水して、結局これをもう直張りしてるんですか。そうですね、
今この下にあのカバーベストがいるんですけど、はい、もう上に防水紙かぶせて、はい、板金を貼ってます。あ、防水紙これ何でつけるんですか。板金をちょっと小さく切って、はい、であのあ釘で、これが実際に、いや板金の金物みたいなので止めて、これそのまま釘だけだと破れちゃうんですか。そうですね、やっぱり小さすぎるとそこで簡単に破れて風が吹くだけで止めちゃうので、うん、あ、これ一手間かけそうですね。まあ、普通いつもはタッカーっていう道具で下地がコンパネなんで打ち付けれるんですけど、はい、カラーベストの上からで、ね、あ、そうかそうかそうか、効かせることができない。新築だったらベニヤだもんで、そうそうそう、ああそうだね。結局まあこれがおるもんで、そう簡単に雨漏れ死んでくるんですか。そうですね、これカラーベストの下にも入ってる。そうですね、もともと新築のカラーベストっていうのは入っているはずです。よく視聴者の皆さんとかでその屋根がちょっと割れたから雨漏れするどうのこうのってすぐ焦っちゃう人おるけど、よく訪問販売ってよくそこ攻めるじゃないですか。あ、これがきちっと入っとるんで、そう簡単にあれですよね。直射日光当たったらやっぱりまずいですけど、そういうのも考えられますよね。そうですね、基本は下吹き材っていうのは必ずいるんで、はい、よっぽど大丈夫なはずなんですけど、ただ、うん、昔の家とかではその瓦はあれですもんね、土が折るだけだもんね。そうですね、でもまあ土がまあ水を吸収する役目を果たしてますから、うん、そうですね。材料費がどれぐらい比率なんですか。まあ、この板金自体結構値段がするやつなんで、はいはい、あ、まあ断熱も入ってるしですね、やっぱ半分以上はやっぱり材料費ですかね。塗装のどれぐらいの比率、こういうのやろうと思って金額ですか。金額で、それでもやっぱり塗装、まあ、シリコンフッ素によって違うんですけど、シリコンからフッ素に上がるのに、まあ、やっぱり 15% アップぐらいしてくるので、それでもシリコンベースで見たら4倍。あ、そんなする。その代わりメンテナンスいらずになりますもんね。まあでも塗装なんか塗るだけだもんね。はあ、塗るだけですから俺らちょっと叩かれる叩かれる。俺ら塗るだけですからね。あそこで、なんかまあ子供でも塗れますからね。いやいやいや。これ持ちいいじゃないですか言っても。そうですね。一回やってしまえば多分もう半永久というか。そういうことですね。かなり持つはずです。行ってその屋根ってまあ外壁やって足場やってってなると、その屋根の塗装っていうこと自体はそんなに比率高くないじゃん、工事の中のね。はあ、そうなるとこういう塗装だと結構やっぱ見とると危ない、ここじゃ知るとこかとかやっぱあるんですよね。そうですね、うん、そうなるとこれ完全に上からかぶせといた方が安泰ですよね、うん、で結局断熱効果もあるじゃないですか、で結構やっぱり2階とかって暑いとかあるじゃないですか、うんうんうん、で冷暖房的にもいいですよね、変なガイナとか塗るよりは、まあ、そうですね。でもやっぱり屋根って塗装だと外壁の年数より屋根の年数ってやっぱ短いじゃないですか、うん、紫外線とか。そうだよね。もうでじゃあ例えばシリコンで外壁だったら10年から12年って言ってるのが、うん、屋根だとやっぱり6年ぐらいでやっぱり日焼けしたりするんですよね、シリコンだと。もう屋根そうだね、塗装はもう本当にその6年をじゃあ何回見るか塗り替えるので、そうだね、3回4回足場かけて足場費用と屋根材の費用を考えたらやっぱり、うん、1回屋根塗るのに20万だとしても、うん、結局それで4回塗ってればやっぱり、でもそうだよね。そうですね、なんでまあ1回でやっちゃえば次回はもう外壁のみでいいんですよね、うん、そうだね。だけど俺はもうやっぱ知識がないとやっぱなかなか提案できんけど、実際にこうやって、ね、値段的にもお客さんにもいいものをお値打ちに提供できや、こうやって見とるとその手間食う食わんってお客さんあんまり関係ないと思うんですけど、実際にこうやって聞いとると、いやトータルコストってこの3倍4倍だけど結局、うん、じゃあ20年ぐらいしたら吹き替えなあかんとかあるんですか、ね、だったら、うん、もう塗り替えの時に1回やっちゃえば、結局屋根が劣化したもんでまた足場じゃあ8年9年10年ぐらいで塗り替えなあかんってなるじゃないですか、うん、だったら本当に屋根ボーンってやっちゃえ、下手したら15年外壁塗装なんかまあやらんでも、まあそうですね、行ってもね持つもんね、まあ、シールのあの絡みがあるかもしれないから、いやー困ったなこれ。まあ色を変えた方がいいで塗っとる。耐久力じゃなくて、まあたまには赤にしましょうみたいな。ああ、それとお客様が見えるからね。それはオッケーだと思います。まあでも本当に塗らんでいいですもんね、本当に。そうですね。うん、まあ職人さんが結構見てるんでどうなんですか、今この屋根業界的には。板金っていうのが増えてきてますね。はい。まあ北野さんの雰囲気だとちょっと儲かっとる感じですけど、投げ銭ようけしてくるもんで。いや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 、投げ銭、投げ銭要求してくるもんね。いやいや、僕はね、あの応援してますんで。やっぱ旅っすね。
まあ、もう旅ですよ、そりゃ職人で26年ですからね。26年。まあ、あの前あの寺西君と一緒に出とったあの何て言われました寺西君にヒロポン、ヒロポン、ヒロピョンと呼ばれてます。北の河原店のヒロピョンですそしてこちらがキタピョンですお願いします、ね、ヒロピョンって言われてます。稲垣さん、稲垣さんもう20、はい、稲垣さんが25年、26年、河原一筋、河原言ってる、河原って書いてあるぐらいですからねまあこれ筋肉マンと一緒で、はい、やっぱもうでもこういう板金やり始めたのは何年ぐらいですか。板金やり始めたのはまあ4年5年ぐらいですかね。あ、やっぱり河原がそんだけ多かったんですか。そうですね、うん、はやっぱり地震だとかそういうので、はい、やっぱり河原が、そうか、河原が悪い印象がついちゃったもんで、はい、それで一気に減っちゃったんだ。そうですね。あ、じゃあもう河原から結構板金に変えるわとか、そうですね、カラベスに変えるわもう結構多いですね。多いですね。で、 すね。でやっぱりね、そういう仕事もやって、はい、やれればと思って、はい、まあ、みんなで勉強して、うん、っていうか真面目に喋れるんですね。当たり前でそこがびっくりです。ちょっとで実際にあれですよね、北の河原店って、まあ、YouTube やってると直接依頼ももちろん受けますよ。あ、やれます。そうですね。足場ぐらいはこっちにください、うん、あ、わかりました、わかりました直接依頼もあの、まあ、北の河原店ネットで、ホームページで出てますもんね。あ、出てます。結構昔からホームページやってましたね。ほんでまたあのじゃあチャンネル登録といいね。まあこれからまたちょっとね、本当もうちょっと真面目な動画をいっぱい撮ってって、河合くんともいろいろちょっと今考えてることもありますんで、ぜひチャンネル登録といいねお願いします。あと北の河原店で検索で出てくるんですか？はい、YouTube も検索してもらえれば。ぜひまた見てください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。また見てねー。また見てねー。また見てねー。恥ずかしそうにしてるじゃん。今日セリフ1個もらったんでね。